どうも、愛嬌です。本日はですね、クロスカブの初回点検となります。走行距離も1200キロを超えまして、今回はですね、鳩屋さんの方にクロスカブの初回点検に持っていきたいと思っております。で、本日伺うのはですね、このクロスカブを買った鳩屋の与野店ではなくて、 CRF の250ラリーを購入したですね、鳩屋の川越店の方に行きたいと思っております。今回もですね、ちょっと撮影をお願いしたところですね、人員の都合とかもろもろ踏まえまして、与野店ではなくて川越店の方にしてほしいというふうに鳩屋さんの方から言われましたんで、今回は川越店の方に向かっております。いつも撮影とご対応いただきありがとうございます。でですね、今回はこの初回点検のタイミングでですね、ちょっとこちらのクロスカブカスタムをしたいと思っております。一番やりたかったのがですね、このクロスカブの弱点ともいえるチェーンですね。実はね、ホンダの原付2種のカテゴリーを見ていただくと分かるんですけど、クロスカブとかスーパーカブ110って意外と価格帯的には安めなんですよ。やっぱスーパーカブ110っていうのは商業車両なんでね、価格も頑張って抑えてる感じになってるんですよね。で、そのスーパーカブをカスタムしてるですね、このクロスカブに関しても比較的価格は抑えられてます。で、価格を抑えるということはですね、あちこちコストカットをしなければいけないわけですよ。で、そのコストカットの餌食になってるのがチェーンなんですよね。実はこのクロスカブのチェーンはですね、ノンシールチェーンが使われておりまして、ノンシールチェーンはですね、シールチェーンと比べると劣化も早いし、あとね、摩擦による力のロスっていうのもちょっと大きいんですよ。なので今回はですね、このノンシールチェーンをシールチェーンに交換したいと思っております。少し前にですね、 EK チェーンさんから案件をいただきまして、 CRF250 ラリーのですね、新品同様のシールチェーンを EK のですね、シールチェーンに交換したところ、ほぼ新品同様にもかかわらずですね、すごく滑らかな走り心地っていうのを体験することができましたんで、今回はですね、こちらのクロスカブのチェーンを EK チェーンさんに交換したいと思っております。前回は案件でね、交換させていただいたんですけれども、今回は完全な自腹購入となっております。それとですね、もう1点、実はですね、メンバーシップのメンバーがですね、ぜひフロントのアスクルシャフトを空洞のものに変えてみてもらいたいというふうにリクエストいただいたんですよ。しかもね、その際スパチャまでいただいてしまいまして、交換費用をね、一部ご負担いただいたんですよね。これはぜひ交換しなければならんということで、今回はですね、空洞のフロントアスクルシャフトも同時に交換してみたいと思います。ちなみにですね、リクエストに関しましては、スパチャとかをいただかなくてもですね、できるだけ対応させていただきたいと思っておりますので、気軽にコメント欄などでいただければと思います。それではですね、ここからだいたい1時間40分ぐらい川越の鳩屋さんに行ってみたいと思います。はい、というわけで今回もですね、鳩屋の川越店さんの方でですね、工具大好きの岡部さんの方にご協力いただいて、今撮影をさせていただいているんですけども、今日は定期点検と、アスクルシャフトの交換とチェーンの交換をよろしくお願いします。はい、すみません、お願いします。はい、またちょっと構内軽く乗らせてください。はい、お願いします。ここは鳩屋さんの敷地内の駐車場なんで、ノーヘルでも大丈夫です。こうなりますね。よいしょ。ちょっとつくタイミング、はい、ちょっとブレーキのつくタイミングだけ早いちょっと調整します。はい、そんな調整できるんですか。あ、どうぞ。え、そんなん調整できるんですか。知らんかった。あの、ここにあの、なんだろう、ネジが切ってあって、それを動かすと調整できます。あ、そうなんすか。そうだよ、知らなかった。あ、これつけっぱなちょっと失礼しました。ごめんなさい。そんな感じなんですね。間違っちゃうとすぐ転倒しっぱなしになっちゃう。
いい感じですね。ただ足乗せただけでなんか突きっぱなしになっちゃうとかやっぱあるんで。あるんですか。そうですね。今ちょっと踏んで突くみたいな感じ。これから先やった方がいいとか特に大丈夫ですか。それはちょっと買い増しした工具を。じゃあ工具しよう。買い増ししたらここら辺の増す。めっちゃ増えてるじゃないですか。うわ、何これ。これ100均の入れ物です。100均のリモコン入れです。これは100均なんですね。ここはこだわらないんですね。そんなことはなかった。あとこれとか買ったこと。わ、これどこですか。 KTC。 これ KTC です。バイクはこれすごいいいです。マジっすか。ちょっと触ってみていいですか。なんかすごい重量感ありますね。そうフレックスな感じで。あとはですね、六角に T レンというか T レン六角、これがまたいいんですか。ここで持つところがこう、あ、本当だ、滑り止め加工されてくるくる回すのにすごいこういう感じでいいです。すげー、はい、これはトネです。あ、トネなんですねこれ、うん、なるほど、うん、これはちょっとフレックスの六角買ってみたんですけど、これはあんま使わなかったです。買ってみないとちょっと使用感って分かんないですよね。へえ。あとは多分ちょっと良さそうだな。あ、これいいっすよ。これも揃え始めると全サイズ揃えちゃうから。そうですね、5本セット買っちゃう。すごいことになりますよね。何本ぐらいするんですか、 KTC の本セット。あの、これ5本セット多分1万しなかったかなぐらいです。あ、意外と安いですね。スナップオンで買おうと思ったんですけど、はい、スナップオンだと多分このサイズで1本1万ぐらいです。マジですか。やべ、買えねえ。ちょっと買えねえ。 KTC お手頃ですね。へえ。多分この間あとはミス出なかったのがメガネセットとか。ちょっと多くないですか。めっちゃ多いっす。何が何だか分かんないです。本当だ。なるほど。そう、じゃあこの間多分見せてなかった。ここら辺、ここら辺多分大してました。エクステンション多すぎないですか。そうですこのこれらの工具を使ってメンテナンスしていただくわけですね。お願いします。ちょっとお疲れ。はい、順番は特にないです。ああ、オイルフィルターベスラーなんですね。あ、そうですね。ここは変わらず。そうそう、やっぱベスラーいいっすか。ベスラー、そうっすね。特になんだろう、やっぱ値段もお手頃でちょうどいいかなと思いますね。純正と遜色ないかなみたいな。遜色ない感じっすね。そうなんですね、磁石でくっつくやつですね。それ便利ですよね。はちはち。すみません、オイルフィルター外すのすごい苦戦してる動画でしょ。いや、みんな分かるよ、カブそうなんだよって思ってる。共感してくれるとすごい助かります。あった、来ましたね。ちょっと減ってる。ノーマルノンシールチェーンなんですよね。ノーマルノンシールですね。
初回のグリスを落としてくれるのは鳩屋ベーシックですか。ああ、そうですね。へえ。グリスを落としちゃって、あとはまたチェーンループかかけてですか。かけてって感じです。テンポかけますね。割とそのまま買える用品店が多い気がする。ああ、はい、はい。当たらずに一直線になってくれればそれが一番調子いいんです。うん。よしよし。はい。じゃあね。ここのとこ、ここのとこですね。まあ前でも後ろでも見やすいから。ああ。はい。じゃあねって言われてます。取り付けボルト短いっすね。これ短いっすね。だからちょっと斜めに入れてすぐもう折れちゃいます。そうですよね。すげえ手締め、絶対手締めに入れないとダメなとこっすね。怖っ、うん、ある程度長さがありゃ、なんだろう、ちょっと斜めに入っちゃってもまあなんとか修正できるっすね。これですか。めっちゃ短い。怖っ。ここは絶対手で入れないと。そうなんですね。絶対手で入れろと教わりました。工場長が。やってみて、なるほど。で最後バイバイって言われるんですよね。そう。そうなんですよ、カブあっちゃこっちゃオーバートルクなんですよね。これどこのやつですか。初めて見ました。俺もなんか入社した時からずっと使ってるやつなんですよ。なくなんないですよね、セレクトって。モトレックスってところらしいです。それ多分アコースですよね。あ、これ、そう、あ、そうですよ、そうですよ、さすが。すごい偶然なのか、ちゃんとここのロゴがちゃんと上、真上に来ました。マジっすか。あ、そんなところにロゴついてるんですね、うん、いや、これ多分ちゃんと規定トルクで締めるとか。ごめんなさい。
あ、本当だ。ちょいこっちにちょっとずらした。あ、いいです、すいません、ありがとうございます。これ僕がつけたんで。あミスりました、うん、最低限のために、うん、僕が手に入れたところ何かしらトラブルっていう。やるわ。前回もキャリアがとかできるけど前の方につけなきゃいけなかったんですね。あ、そうです、前の方つければ。そうですね、これわかんないです。俺もたまたま気づいたけど。いやいや、さすが腕がいいですね。まだまだ勉強中。おー、つらつらだ。やっぱ西洋品なんですね。やっぱ西洋品だからギリ買わせるんでしょうね。ちょっとこれだけ直しちゃうんです。何かと僕がいじったところは不備がある。あ、ちょっとこれでこうだってすげえパッツンパッツンでしたよね。そこも許そうだろ。結構緩いですね。あ、そうっすね。マジか。このイニシャルのトルクが緩かったんだと思います。はい、というわけで今回はですね、鳩屋川越店さんの方でクロスカーブ110の初回点検のついでにですね、フロントのアスクルシャフトとチェーンを交換してみました。まずはね、パーツを交換してどうだったのかっていうところからお伝えしていきたいんですけども、まずはチェーンです。僕が体感した効果としては3つありますね。まず1つ目が加速が滑らかになって速くなったと感じているという点ですね。やっぱ CRF の250ラリーでも感じたんですけれども、加速がねやっぱちょっとシャープになるんですよ。これはねやっぱチェーン変えた時にこう体感できるポイントとしてすごく嬉しいポイントなんじゃないかなというふうに思いますね。ただ正直に言ってですね、 CRF250 ラリーの時ほどうわすげえっていう感じではなかったですね。やっぱもともとエンジンが出力したパワーをどれだけ滑らかに伝えるかっていうためのパーツなので、もともとの、ね、排気量に比例して感動は大きくなるんじゃないかなというふうに思いますね。で、2つ目がですね、変速ショックが少なくなったという点ですね。結構クロスカーブに関してはブリッピングしながらギアをダウンしたとしても結構変速ショックが大きい感じだったんですけれども、これがね結構小さくなりましたね。ちょっと粗めにブリッピングしたとしてもあんまり変速ショックが伝わってこないんですよ。で、ギアを上げた時に関してもめちゃくちゃスムーズになるようになったので、この変速ショックっていうのは明らかに減ったように感じますね。で、3つ目がですね、騒音が小さくなったという点ですね。まあ、元々がノンシールチェーンだから仕方がなかったのかもしれないんですけど、結構ねチェーンがガチャガチャいう感じがあったんですけれども、 EK チェーンのですねシールチェーンに交換したことでこの音がねかなり小さくなったように感じます。このクロスカブに関しては結構乗る頻度が高くてですね、ほぼ毎日乗ってるんですよね。この毎日乗るクロスカブがですねチェーン交換だけでこれだけ良くなったっていうのは非常に嬉しかったですね。次にフロントアスクルシャフトなんですけれども、これはね口コミとかでよく見るのがちょっと加速が良くなったとか、あと取り回しが軽くなったっていうのをよく見てたんですけども、正直ね僕はこの2つあんまり体感することができなかったです。というのもですね、クロスカブはもともと取り回しむちゃくちゃ軽いんですよ。これ車体が軽いので取り回しを重いって感じたこともあんまりないんですよね。なのでこれに関してはですね、取り回しはそんなに変わらんかなっていう感じがしたんですよね。ただね、ハンドルは妙に切りやすくなったなっていう風に感じます。
取り回ししててね、ハンドルをこうカコンって切ろうと思うとスッスッって切れるんですよね。なんか妙にスムーズに切れるようになったんで、これはちょっとびっくりしました。次に加速に関してなんですけど、やっぱこれもね、ノンシールチェーンをシールチェーンに変えてしまってるので、そっちの方がね効果が大きく出ちゃってる気がするんですよね。なので正直加速感に関してはフロントのアスクルシャフト単体で変えてれば多少感じれるのかもしれないですけれども、ちょっとチェーンと一緒に変えてしまったんで僕はあんまり感じれなかったんですよね。ただね、これはすごいなって感じたポイントが一つあります。それがですね、ごく低速時のハンドルのふらつきがほぼなくなったというところですね。僕のクロスカブの場合だとリアのキャリアを延長していて、でその延長した部分にリアボックスを乗っけているので、どうしてもオーバーハングでつけている分ですね、リア荷重になっちゃうんですよね。なんでフロントのタイヤの接地感が薄くて、結構ハンドルがねフラフラする感じがあったんですよね。それが特にやっぱスピードが出てない時がですね、ちょっと顕著にこうフラフラする感じがあったんですけれども、それがねほぼなくなったんですよ。今までね結構ごつめのスクリーンをつけたりとかナックルガードとかをつけてフロントに荷重を大きくしていくことでちょっとこのふらつきを防ごうとしてたんですけれども、このスクリーンもねナックルガードまあまあ高いんですよ。ただね、このアスクルシャフト1本変えた時の方が全然効果が大きいように感じましたね。これはね僕個人的にめちゃくちゃ嬉しかったです。でハンドリングもね、なんか元々のクロスカブのハンドリングに比べても結構しっとりした感じがありますね。コーナーとかに突っ込んでた時とかもなんかね安定感が前よりも増してる感じがするんですよね。正直ね、取り回しとか加速感っていう部分はあんまり感じられなかったんですけど、このハンドリングの安定感、しっとり感はねかなり増したと思います。僕個人的にはですね、この点だけでも変えてめちゃくちゃ良かったなって思ったポイントですね。はい、というわけで交換した2つのカスタムパーツに関しては大満足といった形なんですけれども、最後にですね、初回点検を終えた感想をお伝えして終わりにしたいと思います。いやー、正直ですね、いろんなところをね初回点検で点検してくれたんですけれども、点検していただいてなんか問題が発生している箇所って僕が手を加えたところばっかりなんですよね。ちょっと緩んでるところとかに関しては僕がね脱着をした部分だったりとか、あとねドラレコの取り付けの部分であったりとか、まあ、こういったですね、今回初回点検で見つけてくれた問題箇所っていうのは全部僕が手入れたとこばっかりで、いや、 やっぱ素人の整備は危ないなっていう風に感じましたね。ただね、だからといって僕整備をやめるつもりはないんですよ。やっぱ整備楽しいですし、なんか失敗をしないとね、やっぱどん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 整備って上手くならないと思いますんで、整備はね続けていこうとは思うんですけれども、ただやっぱりね、愛車をいい状態で保とうと思ったら定期的なプロの点検っていうのはすごく大事だなっていう風に感じました。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。 X と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったって方はコメント欄の方にコメントいただければ返信させていただきます。それとメンバーシップもやっております。メンバーと Discord を使ってわちゃわちゃやっておりますので、よろしければご検討ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。